とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備、これを使ってね、ダンジョンやっていきたいと思います。この装備です。はい、不滅のナイフ、黄金だね。これ以前も不滅のナイフすごくいいやつがあって使ってたんだけど、それがね、これかな、これ、パワーは一緒、251で、黄金スキルに凶暴化がついてたのよ。で、凶暴化意外と良かったんだけども、これのね、エンチャントが流れ込む魂でしか HP を回復できなかったのよ。なので、ちょっとね、敵に囲まれた時とか辛い感じになってたけども、新しく入手した不滅のナイフは吸血がついてんのよ。吸血レベル3、この、一発一発が重い武器に吸血ってすごくマッチするっていうのが分かったんで、これどうだろうか。うん、吸血レベル3、そしてエンチャントで爆発弱体化重力です。火力はそこまで持ってないんだけども、弱体化で生存率上げてるので、いけるんじゃないかなと思って、やっていきましょう。アポカリプスプラス25の 78% です。ゴー！ではではでは、どんな感じになるんでしょうか。チェストの数29。29か。ならそんなにいっぱいはなさそうだね。で、アーティファクトだけども、ソウル吸収するから、これがね、いいかなと思ったのよ。ソウルヒーラー。パワー254だよ。めちゃくちゃ強い。一発で85万回復するけども、それよりも、ドラで弱体化させて、倒した方が、吸血でね、回復するんじゃないかなと思ってこっちでやってます。おい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 、いきなり防護付きかい。よっしゃ。あ、なるほどね。おい、はい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 、ほら、やっぱり爆発がかなりいい感じの味を出してくれてる。爆発いいね。はいはい、あとはこのね、立ち位置とかそういうのをしっかりと考えていけばいけるんじゃない。あ、ちょっと待って待って待って、これきつい。くー、このね、あー、危ねえ。吸血じゃなかった。やけどきついのよ。このレベルのやけどはね、むちゃくちゃきつい。やべ、死ぬかと思ったよ、いきなり。よし。で、重力つけてるから、クリーパーが結構楽勝だと思うのよね。うん。やっぱ重力付きにクリーパーは、おいおい、ちょっと待って、嫌なやつがおる。もう、勘弁してよ。よっしゃあ。爆発で倒していく。いい感じだ。おい、ちょっと待って、もう。ちょっと待って。ちょっと待って、もう。来い！来い、お前。ちょっと待って。クリーパーは強い。エンチャント付きのクリーパーはやっぱり強い。でも、あれだね、弱体化させると、意外とダメージもらわないな。あ、それ今気づいたわ。あ、ちょっと待って。嫌なやつ。嫌なやつだわ。え？こいつらは、あ、帯電ついてるやつもいいのね。ちょっと帯電は、まずいんで、勘弁してもらっていいですか。しゃあ！ラベジャーも、倒せる。おっしゃおっしゃおっしゃ。オッケーオッケーオッケー、やれるね、やれるもんだね。いい感じだよ。しゃあ、まあ、古代人が出てきてどうかっていうところだね。古代人もまあこれで弱体化させれば若干なりともね、マシじゃないかな。ああ、なかった。まあ、とりあえず古代人を探します。あ、洞窟発見。どうだ。ああ、
一発目は、外れか。でもまあ、シークレットが2位ってなってたから、外れもあるよね。もう少し探そうかな。もう一個発見。ここはどうだ？当たり！止まらない牙か。きついんだよね、あいつ。周りのやつがきついのよ。じゃあ、以前もこれ、勝ったことあるんだけど、まあまあまあ、ここら辺に待機して、引き狩りをしてみようか。ああ、びっくり。行くぞ！きついんだよね、こいつ。はい、来なさい。来るよね。あ、来ない？あれ？来ない。あ、来る来る来る。これで来るでしょ。音楽鳴った。来ない。あれ？バーって来るからね、あいつ。めちゃくちゃ走ってくるからね。よっしゃ。これで来るでしょう。一発撃ったから。よし、来た来た来た。うわ、きつい。うわー、めっちゃきつい。めちゃくちゃきついぞ。やっぱ火力があんまないからか。よし。よっしゃ。オッケーオッケーオッケー。あ、まあほら、爆発でね。爆発で倒した。はいはいはい。まあ、あんだけの数さ、この HP の高いやつを爆発させれば、そりゃ死ぬわな。オッケー。撃破です。次行こう。やばいね。ここは、ネームド出てきちゃうな。ガスト出るんだよね。ここきつそうだな。いけるか？ちょっと不安になってきた。さすがにここで死にたくはないからね。よしよしよし。まあまあ安全にね。ちょっと行こう。ガスト強いんだよな。ドラ使えばまあなんとかいけるでしょう。ね。ドラ使っていけば、いけるんでしょ？オッケー。次ガスト。オッケー、来い。あー、止まった。最悪。よし、オッケー。おっしゃー！まあまあまあ、いけますわな。弱体化はやっぱり効いてるよね。弱体化もいいし、重力で、ひっつけて、そこに爆発が来るから、ダメージね、かなり、いいんだよね。火力がなさそうに見えて、かなり火力が高い。上になんかガストいるな。あー、めんどくせえな。おお！え？ちょっと待って。ここはさ、あれか。あいつが、ネクロマンサーが、むちゃくちゃ出るよね。どうする？まあまあ、とりあえず、起動して、真ん中に突っ込んでるっていうのはもうほんと自殺行為だから、この辺で戦うか。ちょっと壁を背に戦えば、どうだろうか。違った違った違った。なるほどね。ジオマンサーが、出るのか。はい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 。なるほど。ちょっときついぞ。やべえやべえやべえ。くそ！やばい！チクショ！あ、待て待て待て！やば！無理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 。ちょっと待て。一回逃げよう。一回逃げよう。これ。きつい。よっしゃ、回復した。おそらく、再生はついてないから、周りの取り巻きは大丈夫なはずなんだよ。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。いける。よし。で、取り巻きをまずなんとかしよう。変更ついてるか。取り巻きをまず倒さんと、ダメっぽい。あーい！くっそ！でも取り巻きでね、俺ダメージ与えるタイプなんだな、俺。よっしゃ。お前。よし！墓穴を掘ったな、お前。よし、いける！倒せる！霊気か！攻撃が遅い！よいしょ！来た！来たー！
冬の指先出た。おお、激闘だったね。さあ、またあったね。ウィーバー、ああ、そうか、そうか、ここクリーパーだ。クリーパーだね。ここはきつくないか。ここ絶対きついよね。まあ弱体化で、それなりに、軽減はできるのよ。それなりの軽減は。でも、それなりなのよ。それなりなんだよなこれ、そうだね。ソウルヒーラー、いや、ソウルヒーラーで85万回復したところでっていうところだもんな、これ。ここは絶対きつい。とりあえず、入り口のところまで戻ろう。とりあえずね。ほら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 、来たよ。アホみたいなのに、ほらほら、もうこれ、どうする、これ、どうすんの。あ、無理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 、これ無理無理無理、これは無理やろ。いや、なんとかするか。よし、オーケー、いけたいけたいけた、逃げろ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 、あぶねえあぶねえ、いけた。やっぱり爆発すごいね。爆発強いわ。エンチャントの敵の HP がめちゃくちゃ高いから、それの6割のダメージ与えるってこれすごいわ。うん、あー、クリーパーがいるな。しかも重力パルスきつそう。おー、クリアだ。シークレット1個とチェストが1個取れてないけど、まあ OK、 クリアです。やったよ。ではクリア後のお楽しみのお店を見てみましょう。なんかいいのが来てくれれば嬉しいけどね。もうなんだろう、アーティファクトのクールダウン1個でいいから、この魔術師のローブノーマルとかでも全然ね、チャンスがあるんだよ。でもこれは良くないね。スプラウト、まず持ってクールダウンがついてない。次、おっと、良質な力の弓。弓にはね、マルチショットが絶対欲しいところだから、よろしくない。連鎖反応は良かったんだよね。いいけどもダメ。バトルローブ、ダメ。ボンクラブよろしくない。次。山猫、良くない。傭兵、いやいやいや、無防がついてると、HP が 60% も減っちゃうから、ダメなんだよね。まあ、ボス専用みたいなところがあるよね、あれは。はい。次。なんか今回、よろしくないな。ダメ。ダメだね。はい。では、入手した黄金装備、見ていきましょう。はい。おお、結構出てるな。ユニーク2つだぞ。まず、壊れた、ソーブレード。もちろんいらないね。で、ピンクスコーンドレルは、いいぞ。無限でしょ？あ、でもレベル2か。レベル2でも、まあ無限ついてるってことはいいよ。いいね。無限で、マルチ、連鎖反応を、で、ロールチャージは良くないか。ショックウェーブでいいよね。まあ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 、いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？オッケー、取っとこう。冬の指先はどうだ？はい。あははは、いやー、惜しいな、惜しい。マルチはついてんのよ。マルチついて、ショックウェーブついてんの。あと、ここに、バーストボーストリングがあればもう最高だったんだけどな。これはちょっと使わないかな。はい。まあ、とりあえず、こんな感じです。この武器結構いいので、おすすめだね。めちゃくちゃ良かった。
ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。